こんにちは、フィーフィーですえ。財務省の現役事務次官が今月発売の月刊誌にバラき政治に物申す的な記事を出して炎上した件について、まあ、一体どういうことなのか、なぜ炎上をしたのか、まあ、そういったことについて今日はお話ししたいと思います。えこれ財務省の官僚のトップが与野党に対して お前たちの言う公約はいつもばらまきだとこのような内容のことを言ったんですよね。これが各党の今回の公約批判のように受け取られてしまったんです。でそこで反応したのが自民党の政調会長の高市さん。選挙公約をまとめる立場にある彼女がぶち切れたんですね。 まあこういった各政党の給付金を出すといった公約は、まあ、コロナで景気が低迷して生活が大変な中で国民が求めていることなので、まあ、給付金を出すことは悪くもないし理解はできますよねただこうした公約を財務省が批判することは何ら不思議ではないんですがこれをばらまきとネガティブな表現をしたことで怒らせてしまったんでしょう 財務省が立場的に国の財政を考えて、ばらまきについて厳しい見解を示すことは分かりきったことなんです。まあ、ただ、衆議院選挙で支持を確保するために、ここぞとばかりにどの党もこういった公約を掲げているわけで、そんな中で財務省にばらまきだと批判されて、まあ、選挙前だけに敏感に反応するのは仕方のないことかもしれません。 そもそも財務省はこれまでもばらまきや、まあ、それこそ減税には消極的な姿勢だったんです。これを今回はその財務省のトップがぶっちゃけてしまっただけで財務省のスタンスはこれまでと変わってはいないんです。でもなぜ財務省はこうした政策に首を縦に振らないのか。これ別に日本が財政危機にあるわけでもないんですね。 それなのに財務省はこれまでずっと日本の財政は大変だと言い続けてきましたではなぜ財務省は日本の財政は大変だと言い続けてきたのかその最大の目的は消費税の増税なんですね消費税を増税することで財務省は安定財源を確保したいわけです この安定財源というのは景気に左右されにくい財源のことなんです。で、こんな説明をしても国民は理解しがたいので、だから財務省はたまに IMF からこのままでは将来的に日本の財政は危なくなるよと言われていると、IMF の言葉を借りて国民を説得しようとするわけです。 まあ全然そんなことはないんですけどね。まあ日本は世界的に見ても資産を多く持っていてお金持ちの国ですから。まあこれは有名な話なんですが IMF の中には財務省から出向している人間もいて、まあ、日本の財務省の言い分を IMF に代弁させることもできるわけですね。 ま、このような形で増税を推し進めていることを知れば、まあ、国民は財務省に騙されていると思う人もいるでしょう。だから財務省は騙すようなことを言わずに、ちゃんとその理由を何度でも国民に説明するべきなんです。 思えばもう10年以上も前からこの財務省の事務次官は日本の財政がやばいよと言っていて、まあ実際に2005年にはこのような本を出しているんです。決断待ったなしの日本財政危機平成の子供たちの未来のためにというこういったタイトルの本を出しているんです。あれから16年経っていますが、 日本の財政が破綻の危機になったなんてことは起きてませんし、まあそれどころか日本型の財政が各国の模範にもなっています。ということは、裏を返せば日本の財務省が優秀ということになりますよね。財務省は、 減税にも絶対応じないし、ばらまきも渋るとなれば悪いのは財務省だえ。国民の生活を苦しめているのは財務省だとなりますけども、まあそうしておくことで国民が納得して、まあ国がうまく回るのならそれでいいわけです。 え、わかりやすく言うと、家計を守るために、財布の紐が固い奥さんがいると。でも、そのおかげで無駄遣いもないから、うまく生活が回っていくと。まあ、それでいいんですよね。あの、奥さんがケチだとか、お小遣いをアップしてくれないお母さんが悪いと言われても、まあ、それでもいいということ。まあ、だって価値のあることには、ちゃんとお金を出していますから。まあ、つまり、 国家におけるこうした役割を財務省がしているわけですから国民に嫌われても仕方がないんですよね。まあ、国民が欲しがっているからといってすぐに出してももっとくれもっとくれと欲求に上限がなく催促されるでしょう、まあ。ちゃんと国にとって効果のあることに予算を出すという税金の使い方をしなければ国は一気に貧しくなってしまうんです。 ま、国民からすれば、こんなに税金や社会保険料を払っているんだから、もっと還元してくれてもいいのにとは思うでしょうが、え例えば日本の社会保険の負担の割合一つをとっても、日本は他国に比べて、納めている税金の割に社会保障がしっかりしているんですよね。 えつまりこうしてばらまきではなくて、社会保障制度を豊かにするために、ちゃんと税金が活用されているわけです。 例えば、10万円の給付金をもらって、まあ、嬉しいですが、政府は本来持続可能な豊かな社会を作ることを目指すべきなんです。だとしたら単発的な給付金に膨大な税金を使うのではなく、この先日本を成長するために、豊かにするための制度や政策に税金を使おうとすることは何も間違ってはいません。 では、社会全体を豊かにするといった考えなら、貧しい人がいない社会を目指せばどうかという考えが出てくる。これが、ベーシックインカムという考え方。毎月最低限の所得が保障されるという政策なんですね。 まあこれが一人当たり5万円未満の額なら、まあいいんですけれども、まあこれが消費に回って経済が活性化するので、えただ働かなくても例えば1ヶ月一人当たり15万円もらえるとか、そういう制度だったりすると、いろいろ、まあ現実的には難しくなるわけです。 こうした話題はたびたび取り上げられてネットでも議論になるんですけれども、これ物価上昇率が2%以内ならできるという考え方もあるんですが、確かにそこだけ見れば不可能ではないんですけれども、ただここに大きく抜けていることがあって、それが金融市場に与える影響なんです。 また、毎月何もしなくてもお金が支払われるわけですから、労働意欲が下がるんですよね。まあ、つまり、社会主義的な発想なんです、まあ。こうした社会では、労働する意欲はもちろん、何かを生み出そうという想像する力もなくなってしまうんですね、まあ。そうなれば、いずれは国家は衰退に進んでいってしまうわけです。 では何が有効的な財政の使われ方なんでしょうか、まあ、そう考えればやはり失業率を下げる雇用対策だったり、まあ、教育や医療、介護の制度の充実だったり、まあ、そういったことへの税金の使われ方がまあ理想的だと思うわけです。 まあ今でも日本はセーフティーネットが充実していて社会保障制度がしっかりしている国とは思うんですけれどもこれをさらに拡大していくことが大切だと思いますでは岸田政権はどのような政策を掲げているのか岸田政権は新しい日本型資本主義を構築するとして所得の再分配を経済政策の基本にするとしています えつまり、中間層を増やすために、賃金のアップと、また高所得者から金融所得に対して、課税をして多く徴収しようと、こういうことなんですね。えこうして税収を増やして、これを賃金アップの財源にしようと、こう言っているんです。ただ、これには、 企業からの反発もありま,すしまた金融所得に対する課税にも、まあ、一部投資家が株式を売却して、まあ、それによって株価が下落するという意見もあるんです。 まあだからこうした政策も岸田政権が今すぐにやろうということではないんですね。ちゃんと景気の動向を見ながらこうしたことを順序よく行わなければいけないんです。まあ、何も考えずにやれ賃金を上げてみただとか高所得者を締め付けただけでは、まあ、韓国のように様々な問題が発生して経済が悪化してしまいます。 だからこの金融所得に対する課税を岸田氏が先送りにしたと発表したんですね。まあそうしたら結局はできないじゃないかなんて批判もありましたが、それは経済がわからない人の主張なんです。岸田政権はちゃんと景気の動向を見ながら慎重に政策を進めていくということなんです。 えまだ始まったばかりの岸田政権ですが、まあ、今後どう経済対策に動くのか注目していきたいと思いますさてここまでお話ししてきましたが皆さんはどう感じになりましたかコメント欄にどんどんご意見をお寄せくださいそしてフィーフィーチャンネルの登録もお願いします